Ra in Egypt, Allah in Islam, and Afura in Zoroastrianism are one single deity, Marduk, the first son of Enki. Here is its evidence. Hiroshiyashi, Hamama City, Japan. エジプトの最高神、太陽の神、ラーです。頭にサンディスクをつけている点に注意してください。太陽の神のシンボルです。サンカードです。そして、イスラム教の神といえば言うまでもなく、アラーフ・アクバール。神は偉大なりという意味です。アラーフ。 最高神です。アクバル、the greatest。最も偉大なるという意味です。そしてもう一人、太陽の神がいます。アフラ・マズダーです。ゾロアクター教のシンボルマークにもなっています。アフラ、神、マズダー。最も賢いという意味です。で、三人の神を並べてみます。 ラーです。アラーフです。そして、アフーラです。この三人の神は大変発音が似通っています。共に、ラー、ラー、ラーという音を持っています。そして、アラーフとアフーは同じフという音を持っています。ただ、アラーフという時のフはほとんど聞こえません。ともかくも、音が ここのよううに共通していいるということです。で、それだけではありませんエジプトでは古来このようにして挨拶をしました手をかざしていますこうした壁画がたくさん残っていますやはり手をかざしていますもう一枚見ていただきます 同じように手をかざしています。これが挨拶の仕方だったんですね。両手を相手にかざしています。同じようにイスラム教では神に手をかざして挨拶をします。ゾラスター教でも同じように手をかざして挨拶します。 手の位置、形に注意してください。林弘は同じと判断しました。つまり、こうして Allahf, La, a はつながっているということになります。そしてそれが現在の今に続いているということになります。Allahf, La, a つまり、 一人の神、サンゴードであったということになります。バイ・ハヤシ・ヒロシ。それを裏付ける証拠はいくつかあります。ゼカリア・シッチンです。ゼカリア・シッチンは、シュメール、メソポタミアに残る年度版を解読して、地球年代記を表しました。その一部を紹介します。 紀元前、一万一千年です。延期が人間を助けたということになります。が、エンリルはその後、まあ、人間を許したという形になります。一万五百年ですね。そして、ここです。 紀元前9780年、ラー・マルドクは、延期の長男であったが、オシリスとセスの間で、エジプトを分割して与えた。これがバウンダリーストーンです。説明しておきます。頂点に、イナンナ・イシュタルが立ちます。そしてここにエア、つまり延期がいます。アヌ王の長男でした。そして、その息子がマルドクということになります。 こういう位置関係にあります。そのマルックが地球に残って地球の王となったということになります。その丸クイコールラーでした。これで謎が解けました。丸クイコールラーだったのです。もう一度冒頭でお見せしました。このチャートを見ていただきたいと思います。ラー。 左がアラーフ、そして右がアフーラです。音が共通しています。そして、それが現在に続いています。つまり、ラーというのはマルドックだったということになります。マルドックこそが地球の支配者だったのです。 マルドックとアヌンナキの関係についてもゼカリアシッチンは述べています。それをここに紹介します。マルドックの立場がこれでわかります。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、 シナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかし EA、つまりエンリルの長男のマルドックは彼の忠実な王と共に地球に残った。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのは アヌンナキと人間の混合種であった。それゆえにつまり人間の女性と結婚したためにニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。 そのため、マルドックは、ハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族の地位を失うか、それとも、妻を捨て、彼の地位を維持するべきかどうかの選択をしなければならなかった。すでに、アヌ王やスーキ教たちの怒りを受けていたこともあり、アヌ王以前のナムールの血筋を引いていたので、マルドックは、地位な毒クソクラと言って、妻を選んだ。 しかし、マルドックは、彼の親族を忘れることも、許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックは、エンリル派、一派、つまり、ラム族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも、王が、 地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル派一派の女神であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ、そして殺された。 アヌンナキが地球を去った時、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかった。が、アヌ王やスーキ教たちは、その反抗的な性格により、マルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。 代わりに、あの王たちは、マルドックを地球に残し、好きなことをさせた。もし、マルドックが地球の王になりたいというのなら、それはそれでよいと。が、神々は、マルドックがその基地を使ったり、乗っ取ったりしないようにと、最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。 それ以来、マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在、私たちが地球のエリート、つまり、イルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者になった。 しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、延期派一波、つまり 竜族とエンリル一派、つまりラム族が地球に残されたそして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていたもちろんマルドックは明らかにそうではなかったがさらに証拠が続きますギリシャの歴史家ヘロドゥトゥスです 歴史の父とも呼ばれています。ヘロドゥスは世界最古の歴史書である歴史というタイトルの本を書き表します。これがその一部です。これがその一節です。そのヘロドゥスの書いた歴史という本の中にカンボジエという王の名前が出てきます。またの名をカンビュセス2世と言います。 これがその絵と言われています。ペルシャの王たちは皆マルドックを信仰していました。まあ、それについて説明する前に少しペルシャの王について話しておきます。少し回り道をします。これがダリウスを描いたレリーフということになります。ダリウスは今、明日、 一人の人間を踏みつけています。これがストダナ・ガウタマ、すなわち私たちがブッダと呼んでいるシッタアルター・ゴータマ、ペルシャ名、セッター・アルター・ゴータマの父親ということになります。なぜこんなレリーフが残っているか、それについて簡単に説明しておきます。偽のスメルティスということになっています。が、偽のスメルティスというのは取り物を指す セッツトダナ・ゴータマということになります。セッター・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。ここから先はあくまでも、あくまでもペルセポリスに残る碑文と、それとヘロ・ドゥツスの書いた歴史によるものです。ペルシャです。カンボジアはですね、 えー、バビロンを攻略し、バビロンを落として、ペルシャの王につきます。右下がペルセポリスです。そして、して残るは、エジプトということになります。そこで、エジプト遠征を企たてるわけですけど、その前に、夢のお告げでですね、弟のスメルジスが、カンボジエの地位を奪うと。それを、まあ、心配したカンボジエは、秘密裏に、秘密裏に、スメルジスを暗殺します。そして、エジプトへ出かけます。で、その後ですね、ペルシャ でですね、えー、ストダナゴータマという男がスメルジスに成りすまして王位についたということになっています。それを良しとしないダリウスが今度はその、えー、スメルジスに成りすましたストダナゴータマを追い出します。そして追い打ちもかけます。で、ストダナゴータマ一家は現在のネパールのルンビニへと逃げていきます。こういう流れなんですね。でですからダリウスは足で偽の いわゆる、スベルティス。なあち、ストダナゴータマを足で踏みつけています。で、これがサンタポルナーレヌーボに残る、えー、モザイクがですけども、反転しましたけど、一番前にいるのがカンボジエ、二番目のがストダナゴータマ、そして三番目がダリフということになります。最近私がしたところでは、したところでは、マギと言われているのはこの真ん中の一人。なあち、ストダナゴータマだけということが分かってきました。なあち、まあ、ストダナゴータマは強奪者ではなくて、 ペルセヒポリスの日文に残るようなゴータ達者ではなくて、むしろ最高位の、いわゆる、まあ、占い師ということになります。王ということになるわけですね。で、カンブジェ、左からカンブジェ、ガウタマ、ストダナ、タリフスということになります。カガ、ストダナ、ゴータマというのは先ほど言いましたように、私たちがブッダと呼んでいる、シッタアルタ、ゴータマ、すなわち、ペルシャメ、セッタアルタ、ゴータマのお父さんということになります。で、この三人がですね、実は、マルドックを信仰していました。 その文章が出てきました。で、もう一度このヘルトゥツスに話を戻してみます。ペルセーポリスの碑文はですね、あくまでもダリウスが書いたものですから、当然、人だな、顔玉を悪く書いています。その碑文に基づいてヘルトゥツスが歴史を書いたものと思われます。で、もう一度簡単におさらいしますと、えー、上がバビロンですね。そして、えー、カンブジェがエジプトへ行ってる間に、 えー、ストダナゴータマが、えー、スメルジスになりすまして、王位についたと。でそれをよしとしないダリウスが、えー、ストダナゴータマを追い出したということになりますけども、実は最近の研究では、ストダナゴータマこそが最高位の、いわゆる、まあ、後継者であったということが分かってきました。ともかくも、このように、えー、カンボジエがですね、いわゆる、いわゆる カンピセス2世がエピプトに行っている間に、え、住める実になりすました、ストダナゴータマが王位を奪ったということになるわけですね。まあ、こういう、え、流れがあるわけです。で、それをしとしない、ダリウスがストダナゴータマを 追い出したということになります。その時にもすでに、このペルセポリスの碑文にですね、セッターアルタ・ゴータマスならち宇宙の解放のし、宇宙の真理の解放者チームですけども、えー、現在私たちがブッダと呼んでいるシータ・アルタ・ゴータマの名前が刻まれているところからですね、ブッダはペルセポリスで生まれたということになります。で、これがカンボジエですね、カンビュセス2世です。そして中央がダリウスです。で、この、 足で踏みつけているのが、いわゆる、まあ、これはあくまでも、えー、ダルス側が作ったレリーフですけども、足で踏みつけられているのが、ストーダー・ゴータなわち、ブッダの父親ということになります。で、この周辺から、実は、マルトゥクという名前が出てきます。ペルシャですね。ここが重要ですから、注意してください。なわち、マルトゥクこそが、ペルシャの神であったということになります。 そのカンブジエの周辺からマルドゥクの名前が出てきました。えー、父、キュルスの後をついてカンブジエは王に着くわけですけれども、そのカンブジエがエジプト行っている。その間に、えー、ストダナゴータマがスメルジスのにやルすまして王の位を奪うと。それを要求しないダリウスがストダナゴータマを 追い出すってわけですね。そのカンボジアの父親の、えー、キュルスですけども、そのキュルスが、えー、マルドゥクを信仰するにあたってですね、その次に実はカンボジアの名前を書き残していました。それが円筒印象の形で残っていました。まあ、これがあの先ほど言いましたようにサンタ・ボルナーレ・ヌーボーのモザイク画です。 中央がストダナ、ゴーダマですね。今左右判定しましたから、一番左がカンボジアということになります。そして三番目がダリウスということになります。どうも前にはたった一人だけだったようですね。なわち、ガーダマ、ストダナ、ゴーダマだけだったということになります。それはともかく今日のポイントではありませんが、この周辺から円筒印象が出てきました。これなんですね。そしてその円筒印象には、えー、マルドックに これでも決まりましたね。マルドックへの祈祷において、カンピセス2世の名前が、父、キュロス2世の次に消され,消されているということです。つまり、えー、このペルシアを支配していたのは、マルドックということになります。すなわち、ラー。すなわち、アフラマズダすなわち、ということになっていくわけですね。 はい。で、結論ということになります。エジプトの最高神、ラーです。頭にサンディスクをつけています。サンガード、つまり、太陽の神です。そして、イスラムです。アラーフです。やはり、 サンゴード、つまり、太陽の神です。そして、ゾラスター教の神、アフラマズダーです。アフーラーです。アフーラーです。やはり、サンガード、太陽の神です。音が似ているだけではありません。アラーフとアフラーは音を入れ替えているだけと、 私は判断しています。アラーフがアフラになり、アフーラがアラーフになったというわけです。そして、その儀式の仕方も、今日まで、同じように伝わっています。両手をかざして挨拶する。エジプトでも、そして、イスラムでも、そして、ゾラスター教でも、 ですこうしてつながっていきます。そしてそのラというのはマルドゥクのことでした。すなわち、延期の息子のマルドゥクです。こうして神々が一つにまとまりました。すなわち、マルドゥク、すなわち、延期ということになります。が、延期もマルドゥクも驚いてはいけませんよ。この日本にいました。日本では 電気は高見結びの神と呼ばれていました。そして、マルドックはスコナピコナと呼ばれていました。それを続く動画の中で証明します。じっくりとご覧ください。Bye for now. All gods, including En, Enki, and Enlil, as well as Inanna, were here in Japan in ancient times. Japan is a land for all gods, and even Marduk, the son of Enki, was here. Here's a story about it with evidence. エンキ、エンリルなどすべての神々の住む国でした。さらにエンキの息子のマルドゥックも住んでいました。この動画の中でその証拠をお見せします。きっかけはイサイラ12173からのメールでした。それにはこうありました。カモンの四つ目結びと。その瞬間、私の脳の中で電光が光るのがわかりました。四つの目です。四つの目です。 延期のシンボルマークです。で、調べてみると、ビンゴーに続くビンゴー。四つ目結びは、滋賀県大見八幡市にある佐々木神社の家紋であることがわかりました。主祭神は、すこなひこな、スコナヒコナ。つまり、高み結びの神、高み結びの神の子供、つまり、高み結びの神というのは、延期のことだったのです。 私は今まで、その高み結びの神と、もう一人の神、神結びの神。神結びの神のどちらが延期で、どちらがエンリルであるか分かりませんでした。どちらが一方が延期で、どちらが一方がエンリルであるということまでは分かっていました。が、どちらが延期で、どちらがエンリルなのか分かりませんでした。が、今回のイサエラ12173からのメールで、それが分かりました。高み結びの神。 高み結びの神が延期だったのです。四つ目結びの家紋がその証拠です。四つ目結びの家紋は延期のシンボルマークです。つまり、四つ目結びの家紋で、高み結びの神と延期がつながったのです。ビンゴーです。順に動画を見ながら説明しますが、その前に一言。皆さん、日本という国は大変な国なんですよ。すべての神々が オールキャストで住んでいた。そういう国なんですよ。そういうことも、この動画を通して皆さんにお伝えできれば嬉しいです。広し林市浜祭りジャパン。Japan、では、皆さんを滋賀県大見八幡市にあります、えー、佐々木神社に案内します。ここに佐々木神社があります。 のすす。ぐ近くですこれが佐々木神社です。で、この三門の両側に提灯がありますけれども、その提灯に四つ目結びの家紋が描いてあります。で、この佐々木神社の主祭神がスコナ・ビコナです。で、スコナ・ビコナの 父親がですね、高見結びの神ということになります。高見結びの子供が少なびこなということになります。そしてその佐々木神社には四つ目結びの家紋がある。四つ目というのは延期のシンボルマークです。これでもう謎が解けました。すなわち、高見結びの神というのは 延期のことだったんですね。となりますとその息子のスコナ・ビコナというのはマルドゥックということになります。延期の息子がマルドゥックです。イナンナ・イシュタールと地上の支配権を争って戦います。そのマルドゥックです。スコナ・ビコナを主催神とする佐々木神社の家紋は四つ目結びなんですね。 で、この四つ目結びというのは一度、まあ、体裁が変えられているということですね。えー、1843年にもともとは左のような家紋であったんですけども、それが右のような家紋に変えられたということです。それはあまり重要ではありません。四つの目が描いてあるという点が重要です。四つの目イコール延期のシンボルマークです。となりますと、 佐々木神社のですね、主催神が少なビコなですから、その父親の高み結びの神というのは当然延期ということになります。延期のシンボルマーク。まあ右に今皆さんにご覧いただいてますけども、もう一度後で説明しますけども、40ですね。申請数は40。で、目を4つ書いて40を表しています。延期のシンボルマークです。 この目がやがてフリーメイソンのイル,ミイルミナティからフリーメイソンのシンボルマークとなっていきます。主催品はスコナ・ピコナです。まず、現在私たちがですね、フリーメイソンのシンボルマークと言っている愛をプロビ v ンスの原型がここにあるということです。そしてその父親が高み結びの神ということになります。 そして、その、延期の息子がマルドックですから、高見結びの神の息子が、スコナ・ビコナということになります。そして、そのスコナ・ビコナを祀っているのが、この佐々木神社ということになります。これでつながりましたね。で、40というのは、延期の神聖数であるということです。で、右がバビロニアの神々の構図ですね。で、ここにエア、すなわち延期がいます。そして、左下にマルドックがいます。 あのオたちがニビルに帰った後、まあ一応地上の支配権はマルドックに渡されますけどもイナンナ・イシタールがそれをよしとしませんでしたということで、えー、構想関係が始まりますでそのスコナ・ビコナを祀っているのがこの佐々木神社であり四つのつ目の結びの四つ目結びの家紋が、えー、この佐々木神社の家紋ということでつながっていくわけです 神聖数40について簡単に説明しておきます。これがバビロニアの神々の構図です。頂点にイシュタールが立っています。バウンダリーストーンからこれを起こした絵です。そして左にアヌオ、エンリル、エア、エンキのことです。そして頂点にイシュタール、シャーマシですね。イシュタールとシャーマシャを組んでキリスト教を立ち上げます。そしてリンフルサングです。 ニンフルサングとエンキが組んで人間を改造します。こうしたシンボルマークと同時に神々は神聖数を持っていました。アヌは60、エンディルは50、そしてエンキは40、イシタールは15、シャーマ・シュは20、そしてニンフルサングは12という数字を持っていました。これが神聖数です。そしてこの40に注目してください。 40というのは延期の申請数です。で、こんなゲーム版になるものが、えー、ウルから発掘されています。ョー・プアビのいた都市ですね。都市国家です。で、これは現版ではありません。これは神々のカレンダーです。その証明も私、林弘氏が前にいたしました。で、このゲーム版、今日はですね、注意していただきたいのは、 5種類の模様が描かれているということです。左がこれ、イあタール・イナンナの紋章です。太陽系の惑星をですね、外から数えて8番目が金星です。ですから8方向に伸びる金星をイナンナはシンボルマークとしました。そして20。中央が5になってますけども、後で50と読み替えます。20回るルは10です。そして12。そして1番右。 目が4つですね。そして20まで囲んでますね。七八四40ということになります。この一番向かって右側が延期のシンボルマークであり、そして申請数ということになります。そして40イコール、えー、今下に示しましたように40が延期の申請数であり、同時に4つの目は延期の、まあ、シンボルということになるわけです。こうしてつながって,わけつながっていきます。40、40と繋がって、そして、えー、目が四つ、4つ目ということになっていくわけです。 これで40は延期だということを皆さんに分かっていただけたと思います。なあち40は延期の進数数であり、そのシンボルマークが4つの目であるということですね。その4つの目と、えー、佐々木神社の4つ目結びとつながっていきます。なあち、えー、マルドックの、まあ、延期の流れを含むマルドック息子ということになるわけです。一番右が40です。そして4つの目ですね。こうしてつながりました。 でさらに話を続けています。これはアシリア、バビロニア、それからメソポタミアに残るレリーフですけども、みんなこのようなアイテムを持っています。原始の学者たちはですね、これをバケツと説明していますが、これはバケツなんかではありません。何かもっと意味のあるアイテムです。ほとんどの神々はこのバケツのようなものを持っています。しかし、これはバケツではありません。 そして皆は腕時計のようなものをはめている点にも注意してください。で、同じようにこのようなものが発掘されています。まあこれはバケツというよりもハンドバッグですね。ですから古代の神々は何かの目的を持ってこのようなものを持っていたと思われます。ハンドバッグのよまあ、だと、まあ、 ハンドバッグといってもですね、物を入れるハンドバッグではなかったと思いますけども、まあそれ、それに似たようなものを持っていたということですね。そして、右上の、まあ、このハンドバッグのようなものに注意していただきたいと思います。この表面に彫られているのが、イナンナイシュタールの紋章と、そして、ンキの紋章です。マルドゥックの紋章といってもいいかもしれません。 これがイナンナイシュタールの8方向に伸びる金星を表す紋章と言われてますけども、太陽系のですね、惑星を外から数えると地球は7番目、金星は8番目になります。まあ、ここでですね、色を称号しているところです。なかなか色というか、色とか音というのはですね、まあ、遺跡の中から浮かび上がってきませんので、まあ、あえてここで皆さんにそれを紹介いたします。そして、目。円形のシンボルマークですね。円形すなわちプロメテウスですね。 ギリシャ神話では、そして人間創造の神ということになります。繰り返しになりますが、これが後のフリーメルソンのシンボルマークとなります。私が知る限り、発見した範囲では、これが最古のフリーメルソンのシンボルマークということになります。で、結論ということになります。佐々木神社です。で、ここの神社の家門が四つ目結びである。そしてその神、主祭神がスコナ・ビコナである。そしてその 父親が、高み結びの神ということになりますと、高み結びの神イコール、延期ということになります。これではっきりしました。続くビデオの中では、あの、まだそれがわかりませんでしたから、逆に言っていますけども、そこは訂正いたします。どうかご注意の上ご覧ください。そして、高み結びの神ですよね。 現在、相本力士がですね、えー、手刀を切りますね。三方向に。あれは、雨のみ中かみの髪に切って、髪結びの髪に切って、そして三番目に、高み結びの髪に切る。あれは逆だったかもしれません。で、手刀を切っています。賞金を受け取るときに手をさっさと切りますね。その紹介も後でいたします。自主最新は、スコナ・ビコナであると。スコナ・ビコナであると。 40という数字と、それから目の4つ目とつながっていきます。そして4つ目と延期のシンボルマークとつながり、そしてそれがですね、佐々木神社のカモになっているということになります。こうしてつながっていき、まあ、具体的に日本の、まあ、古事記に代表される神話と、それからシュメールの神々がこうしてつながっていきます。右はバビロニアの神々の構図です。 エアーがここにいます。延期です。40ですね。そして40イコール目のシンボルマーク。4つ目でしたね。そしてその左、上の左が4つ目結びにつながっていき、それが、佐々木神社の鴨になっている。そして佐々木神社ではスコナビコナを祀っている。スコナビコナの父親が高見結びの神ということになりますと、繰り返しになりますけど、高見結びの神イコール延期ということになります。ビンゴですね。こうでっはっきりしてきました。 日本の神々とシベルの神々、イコール同じということになります。上にいるのが大日のラスナすなわちアフラマザーですけども、アヌオ自身がアフラマザーの名を語って地上に、地球、地上を、まあ、訓練してた可能性もあります。アフラマザーそのものはですね、神の中の神ということになりますからね、私は地球上には、滅多には降りてこなかったと思っています。 まあこうしてつながるわけですね。で、民がな、み、結びの神が、えんであり、その息子がすこなびこなであるということになります。どうも、ありがとうございました。ビンゴーです。バ、え、イ、ー、!God is one, only one, since two gods are not needed. When you see two gods it means that one is a fake or one single god with two names because gods never be generous to each other though they teach us humans to be generous. It's quite simple and so it is here in Japan. Kami hitori, Tada futari no kami もし二人の神がいたら、どちらか一方が偽物ということ。あるいは二つの名前を持った一人の神ということ。神は一方で人間に寛大であると教えるが、神同士は決して寛大ではない。わかりきったこと。この日本においてもわかりきったこと。広島は浜松市、ジャパン。 では皆さんをですね、荒野山今後無事中門へ案内いたします。この中門には2体の尿像が立っています。今日はですね、この尿、まあ、像をテーマにですね、尿とは誰なのか、どこから来たのか、あもっと言えばですね、尿、まあ、というのは誰をモデルにして作られているのかということについて考えてみたいと思います。尿、もしくは今後力士とも言いますけども、 仏教寺院に立っている、まあ、レスラーのような姿をした見るも恐ろしい像のことを言います。ブッダを守護した二人の守護者ということになっていますが、日本ではゴータマ・ブッダが旅をした時、腕力によってブッダを守った、まあ、守護神と言われています。が本当のところはですね、それが誰なのか、あるいはどこから来たのか誰も知らないんですよね。いろいろな説があり、またいろいろに説明されていますが、 まあ、そういうことなんですね。で、私はですね、仁王というのはですね、延期、エンリルをモデルにして考えられた守護、まあ、神だと考えています。またその像も延期、エンリルを元にして、まあ、作られているのではないかと考えています。あくまでも仮説ですけども、その仮説に従って、この動画を進めていきたいと思います。 で、これが中門の仁王像ということになります。左下がこれがエンリルですね。そして右下がまあポセイドン、延期。まあ、ポセイドンイコール延期説はヤシ林ロシですけども、えー、大変まあ類似点が多いということですね。で、エンリルはこの真剣を表す、まあ、賢弱というまあ棒を持っています。で、その賢弱がまあ左の上の 仁王像につながっているとそして、一方ですね、もう一人の、まあ、仁王像はですね、えー、三作剣と言いますかね、えー、を持っています。三つに分かれた剣を持っていますね。これはあのポセイドンの、まあ、シンボル的なアイテムということになりますで。ポセイドンっていうのは、まあ、海の神様ということになるわけですけども、下半身がどうも竜のようであったってことになっていますね。で、延期も下半身が 竜のようであったというところから繋がっていくわけです。まあ、ちょっと苦しいかなという部分もないわけではないんですけどもね。一つの仮説として、それにはて林博士は考えています。で、一つのまあ証拠といいますか、これがあのミトラ教の神事の様子ですけどもね。で、左下がこれがディルであり、右下がエンキということになります。まあ、これと同じ神事をですね、屋さんでも、まあ,あの、お取りを行ってますね。あの、受解、まあの儀式というものも、えー、一般信者の 方はですね、体験することができます。えー、小屋さんで、えー、問い合わせてみてください。で、中央がですね、これが九尺堂。やはり小屋さんの、えー、いわゆる根本台頭の近くにあるあ寺院ですけど、そこには2体の、こう狛、犬が立って、えー、いますけども、うん 左右反転しましたけども、一方の狛犬の側には角がある。で一方にはないとで。角のない、この今、現在、今、向かって左の方は、これはエンディルであり、右の方はエンキと考えています。でその流れていますが、英国王室へとつながっているわけですね。で、まあ、ユニコーンということになるわけですね。角がある方がない方がライオンということになります。英国王室はあの、いわゆるエンディル派が国を支配していますから、頂点にライオンが立っています。 まこのようにま表現されているということですね。で、番犬という言い方をちょっと注意しておきたいと思いますけど、これはシリアンのあ、で白された像ですけども、あニムルードですね。えー、まあ、門番、あるいは銃というふうに書いてありますけども、これは門番でも銃でもありませんね。えー、というのはですね、この2体の、まあ、 門番と言われている像の頭を見ていただくとわかるんですけども、この2体の像は神のシンボルであるヘルメットを被っています。で、下にまあその神々の、いわゆるリーフ像を並べていましたけども、皆同じようなヘルメットを被っている、そして、えー、小屋さんの 上の右ですね。第二次の選も同じ帽子をかぶって、なわち、これは神のシンボルなんですね。ですから、これは犬ではないということになります。なわち、神そのものであるということなんですね。しかし、まあ、一般的には門番であり、桁、え、物、ー、っていうふうに説明されています。で、これは神なんですね。で、日本ではですね、こう門のところに立っている人のことを門番というわけでして、それで、まあ、そういうところから、こまあ、犬という、まあ、名前がついた。 と私はお判断してます。しかし、これは犬ではなくて、まあ、神、エンリルと縁起ってことになるわけです。で、同じように考えてですね、あの、今、これがあの、小屋さんの、えー、駒、犬ってことになってますけども、左がエンキ、右がエンリルってことになりますね。で、今言いましたように、角のあるなし、すなわちユニコーンであるかないかということで判断していくわけです。えー、まあ、こういうことも、 まあ、わか、まあ、わからなくなってしまった後世の人たちは、まあ、あの、ここまで丁寧には作っていませんけどもね。あの、いわゆる、まあ、小屋さんの狛犬は丁寧に作ってあるということになるわけです。それで、神々の形像を考えてみたいと思います。これ、アヌ王ですね。まあ、神々の、地上に君臨した神の中では頂点に立つわけです。そして、延期。そして、その、腹違いの、 弟のエンディルということになるわけです。で、エンキはあの、制裁の子ではなかったもんですから、エンディルが実質的に地球の支配権を持ちます。なし、真、ま、剣、あ、をあの王に代わって、まあ、代行して行使するということになるわけですね。で、エンキの孫娘がイナンナであり、エンディルの孫娘がイナンナということになります。まあ、イナンナはそういう意味でね。 エン,キエンリリルルを祖父にに持つ、まあ、ロイヤルファミリーの女王とということになるわけですね今、このブルーの線で示したのが、これが延期からイナンナに流れるラインです。で、グリーンのラインがエンリルからイナンナに流れるラインということになります。で、頂点にいるのがアノーであると。これが、まあ、あの、古代シュメールの神々の系図ということになります。イナンナはイシュタルとバビロニア。 メソポタメアでは呼ぶようになります。これがバウンダリーストーンですけども、このバウンド,バウンドストーンの中では、まあ、ロイヤルファミリーがこ,ういうこのように、まあ、彫刻されているんですね。で、これがお,お父さんのシンであり、アヌオであり、そしてこの右下にいるのがニンフルサングですね。そしてここにエア、すなわちエンキがいます。そしてここにエンリルがいますね。まあ、そして頂点にいるのが、まあ、当然、えー、イスターとなり、その右下にいるのがシャマーシということになるわけです。 まあこうして、ま、あの、ロイヤルファミリーがここに書かれているわけですけども、ここで注意していただきたいのは、バビロニアでは、これはバビロニアの神の形ですけどもね、頂点にいるのがイスタールにいなるんだってことになるわけです。しかし、ま、神といえば当然アフラマズダーってことになるわけですね。小屋さんでは大日如来と呼ばれています。そして、エンリルとエンキがその両側にいたところでおかしくはないという、ま、状況証拠の一つということになるわけです。で、 もう一つの神のケースから考えてみたいと思いますけども、左にいるのがエンキであり、右にいるのがエンリルですけど、エンリルの顔がですね、ライオン顔であるというところに注意してください。で、これは真の、ミトラキの真ジの様子ですけど、左右反転しています。位置があの反対になっていますからね。こうして並べますと、左にいるのがエン,リエンキであり、人間創造の、まあ、英雄ということになるわけです。現在の、まあ、イルミナティ、そしてフリーメイソンのシンブルマークとなっています。 で、今、まあ、下にあるのが英国王室の紋章ですね。で、左にいるのがユニコーンですね。角があります。そして右にいるのはライオンですね。頂点にいるのはライオンなのはですね、まあ、イギリス王室はエンディル派が支配しているということになります。で、これは下はですね、厳島神社のですね、まあ、宮島の駒犬ですけども、やはり頭に角があるのとないのとあるわけですね。駒 そして角があるのは延期ということになるわけです。そして、延竜の方には角がないと。延期の方にはあの英国王室の文章を見ていただくと分かりますように、足に鎖があるんですね。となりますと、大日如来というのは、雨のみなの紙ということになるわけです。そして、こ,この下の2体はですねどちらが上結びの紙で、もう1人が高み。 結びの神かどうかことがちょっとわかりません。まあ、あの、私も今混乱してますけども、まあ、日本ではこのような名前で呼ばれているということですね。その一つの表れがこの相撲力士の手形に、手刀に現れています。ここで左、右に切って、そして中央で、まあ、あの、アフラマザに、まあ、あのをくに、ま、手を切ってるわけですね。 まあ、こういう形で日本の真実となって残っているということですね。もう一度見ていただきますと、手刀を切りますね。エンリル・エンキス、そしてアヌオカ、もしくはアフラマズダーということになります。アヌオがですね、地上ではアフラマズダーという、まあ、名前を語っていた可能性もあります。もう一度英国音質の文章に戻っていますけれども、この頂点に立っているのが、まあ、ライオンということになるわけです。いわゆるまあエンリル派ということになるわけですね。で、 これが延期だという理由はですね、足に鎖を巻いているからそれがわかるわけです。で、その流れがメイソンリーから自由の像へとつながっています。で、自由の像はですね、足に鎖を巻いてますね。まあ人間を改造したがゆえにですね、天国から追放されて打点使となるわけですね。まあ、カトリック教会側では、プロメテウスイコールルシファー、 ということでですね、まあ、サタンとまあ位置づけられています。で、このモデルは、左のバッカス像をモデルにして作られています。顔が同じであると同時に髪の毛がね、両方垂れてますからね。ですから、こういうところから、まあ、日本では女神というふうに誤解されたようになりました。で、胸がやや大きいのはですね、バッカスはあの胸が大きいのが特徴です。でまあ、あのローマ名バッカスですね。あの、ギリシャ神話名ではディオニソースです。 そしてその流れって言いますか、まあフランス革命からまあ繋がってきてるわけですね。で、マリアーヌもやっぱりフリージア帽をかぶっています。これはあのミトラ教のシンボル的な帽子です。そして、えー、フリーメイソンリーンがアメリカに自由の像を送ると。で、その上にいるのが当然、えー、ミトラということになります。ミトラもフリージア帽をかぶっています、えー。エジプト、ローマでは自由の、 まあ、奴隷のね、解放された奴隷のシンボル的な帽子ともなっていましたで。で、一番頂点にいるのは当然、アフラマザーですね。で、アフラマザーが手に、剣賢者家を持って、そしてどこかの方に、まあ、王権を渡しています。そして、まあ、縁が、まあ、その上にいると。そういうことになるわけですね。で、ザラストラが、えー、ゾラスタ教を起こすと。ミトラがミトラ教を起こして、というふうに繋がっていくわけです。 まあこういう流れの中に、まあ、あの、先ほど言いました、狛犬があり、そしてひょっとしたら、ニオ像があるというふうに、林漆は考えています。左はですね、フランスの、まあ、あの、シンボル的な、あの、絵ですけども、足でライオンを踏みつけていますね。まあ、このように、西洋ではですね、足で踏みつけることによって、自分の方が優位に、 立っているんだということを示しています。で、手に持っているのは三角の、いわゆる延期のシンボルマークであり、えー、ライオンは言うまでもなく、エンディルのシンボルマークということになるわけです。そういう意味でもね、フランスとイギリスというのは、ま、対立関係にあったわけです。で、もう一度、この、えー、英国王室の、いわゆる、ま、文章を見ていただきたいんですけども、こういうふうにつながっていくわけですね。で、で左上にいるのが、これ、塩基ですね。そして、えー、右上にいるのがエンディルということになります。 ま、延期はあの、このレリーフでは足が描かれてますけども、エジプトの壁画では下半身が竜で描かれています。でもこのような形で、塩基とエンリルが、ま、繋がっているということになります。で、これが、ま、英国王室の紋章ですね。で、それはがミトラ教の神事の、様子と繋がっているということになります。ちょうど、ま、ここにね、ライオン、ライオンということになるわけですね。 えー、まあ、ライオンという言い方もちょっと問題があるんですけど、ね、まあ、地球ではライオンの顔に似ているということで、ライオンが描かれるようになったんじゃないかと、林犬氏は考えています。で、エンリルが頂点にいる。まあ、あの、ミトラ教の神事ではね、当然中央にミトラがいますけど、その周辺で松明を焚えてますからね、要するに、まあ、ゾラスター教の流れを組んでいるということになるわけです。 で、繰り返しになりますけども、延期の足には鎖が巻いている。ですから、プロメテウスの体には鎖が、あの、巻いてありますね。あの、2体、あの、犠牲兆候が残ってますけども、2体とも体に鎖が巻いてあります。うんと、1体は足の方に巻いてあります。で、ミトラケの真珠をもう一度、また見ていただきますけども、まあ、こうしてね、状況証拠を固めているというふうにまあ理解してください。 で、ここにいるのが、エンディルです。ライオン顔ですね。で、この顔をですね、拡大してみますと、まさにライオン顔なんですね。で、今お見せしているのが、これエンディルの像ですね。えー、まあ、エンディルの像は結構あるんですけどもね。延期の像っていうのはないんですよね。私が知る限り、まぁ、あ、プロメテウスの像ですけども、ね、2体しかありません。 で、まあ、このエンディルの顔を見ていただくとわかりますように、まあ、恐ろしい顔をしてるわけですね。みんなライオンが押してるということです。まあ、こういうところから、地球ではライオンというふうに置き換えられたんじゃないのかなと思いますね。そしてその流れがですね、えー、コマ犬へと繋がってると。で、まあ、コマ犬の、 つでで、ねまあのない方の、まあ、両方とも同じような顔で描かれることが多いんですけどもね、まあ、角のない顔を集めていましたけどもみんなライオン顔であると、まあ、中国では獅子と呼ばれて、まあ、まさにライオンということになるわけですね。でこれが犬でない、まあ、犬というようなあの番犬ではないということは冒頭のところで説明しました。まあ、神なんですよね、まあ、神は番犬など必要とするはずがないわけですよね常識的に。まあ 考えればですよ。でもう一度、仁王像に戻っていますけども、えー、中門にある仁王像ですけども、えー、妙に体がゴツゴツしてますね。いわゆるまあ筋肉もりもりと言いますか、こぶボコボコと言いますか、それはちょっと分かりませんけど、下がミケランジョの書いたレプタリアンの群像です。まあ、赤間で示したのはこれあのダビッチなんですよ。 あのミケランジョの描いたダヴィンチです。ダヴィンチの顔と一致します。で、このダヴィンチの体、見ていただくとわかりますように、体がボコボコしてますね。これはあのコブなんですよね。レプタリアン独特のコブで、私はこの,先この像絵をですね、レプタリアンの群像と呼んでいます。ですから、まあ、体もボコボコ,ボコしているということなんですよね。で、これは英国王室の文章ということになります。そしてその並び方がですね、まあ お寺のですね、駒犬へとつながっているわけです。まあ、この場合は向かって左が、あの角がないんですけどもね、両方とも縁起と縁出てということになるわけです。となりますと、この中央に犬は誰かということになるわけですね。で、ミトラ教の神事は当然ミトラを中心に置いてます、置いていますし、まあ、その向こうに祀、まあま、ってあるのは当然、ゾ、えー、ラスタ教の、まあ、ダラスストラもしくはアフラマズダーということになるわけですね。 で、エンリルとエンキ。もう一つの可能性は、中央に飾ってあるのが、バビロネルで、まあ、頂点に立つ、イナンナイスタールということになりますけども、そう、それはちょっとは言えないということは、あこれから説明しますけども、要するにこのエンリルがライオン顔であるということです。そしてその顔は恐ろしい顔であると。その流れが、えー、コマエネとつなそれは間違いなんですけども、またその流れが、私は仁王像につながっていると考えています。 で、これが、まあ、荒野さんの、えー、今後無事の根本帯刀ですね。で、ここが、ね、中門です。そしてこのような仁王像が立っていると。で、まあ、これはあの日本の、まあ、伝統的な一切によればですね、ブッダを守護した守護神であるというふうに言われています。 ま、確かにそういう人もいたのかもしれませんがね。しかし、本当にまあそうなのかという部分と、それから、じゃあこのこうした像のモデルはどこから来たのか、あるいはそうした考え方のまあコンセプトはどこから来たのかっていうので、私は延期、ンリルを挙げています。左がエンリルであり、右がポセイドン延期ということになります。ポセイドンイコール延期説については、まだ基盤、基盤が軟弱ですけども、早印はそのように考えています。 バイハヤシヒロシです。で、この三角、三いわゆる三叉剣っていうんですかね、三つの分かれた剣っいうのは、まあ、ポセイドのシンボルであり、同じ刀まあ、剣をですね、えー、小林さん中門の、えー、いわゆるまあ、尿像も持っているということですね。そしてその流れが、繰り返しになりますけども、エンリル・エンキと繋がっていると。それはあの一つの証拠が、この、えー、ミトラ教の神事であるということなんですね。 で、樹海の儀式も全く同じような雰囲気でなされているのも大変興味深いですね、小野さんではね。はい。で、これが、あの、根本対等の隣にあります、まあ、クジャク、どうっていうんですかね。そこにある、あの、いわゆる、まあ、あの、いわゆる駒犬ですけども、一方の側には、えー、角があるとなる一角獣であるというふうに、まあ、状況証拠がつながっていくわけです。そして、左はもちろん、ライオンが、ライオンということになるわけですね。で、これが、 エンディルです。これはエンディルってことで、まああの、いわゆるまあ定着していますけど、このエンディルの顔をもう一度見ていただいたんですけども、このエンディルの顔とですね、もう一つ大変興味深いあのアーティファクトが発掘されています。えー、これがエンディルなんですね。両方ともエンディルというふうに、まあ、現地の考古学者で、考古学では断定されています。この二つを足しますと、日本のコマユとネとがっていくという、まあ、これも大、まあ、これ余談ですけど、ね、こうして、まあ また別の状況証拠をこのように皆さんにお見せしているわけです。そして、その流れというのは、繰り返しになりますけれども、英国王室へとつながっていると。で、角があると。で、エンリルはライオンでライオンガオ。まあ、ライオンじゃありませんけど、ライオンガオであると,ということになるわけですね。ですから、まあ、ライオンというのは、 ローマンカトリックではシンプル的な動物になってますね。えー、戦闘、ジュレオムの時代から、それが、まあ、そのように考えられています。で、左がエンリルであり、右がエンキーというふうに、まあ、あの、イコールってことじゃないでしょモデルって言いますかね。そのコンセプトがどこから来たのか、あるいはこの像のモデルがどこから来たかという部分でですね、まあ、あの、イコールというふうに考えて、私は考えています。そしてそれがですね、えー、雨の、港の西の神と、手から、手につながっていくわけです。 で、もう一個このファミリートリーを見ていただきたいんですけども、左が縁キであり、右が縁ディル。そしてそれはミ、えー、トラ教の真珠へとつながっている。ということになっていくわけです。まあ、ちょっとひ、あの、ミトラ教の真も左右さん反転しましたけども、そしてそれも英国王室へとつながっている。ということになっていくわけですね。いかがでしょうか状況証拠は、ほぼ、まあ、 私は真っ黒だというふうに考えています。もう一つ、の宮島の、えー、狛犬を見ていただきたいんですけども、やはりこう、まあ、角と言いますかね、えーがあの、いわゆる表現されているということです。そうしますと、この頂点にいるのはあの王ではないということになってきますよね。もっと上の神ということになってくるわけですよね。えーまあ、大日のよりは誰かですけども、まあ、アフラ大日のよりはまあアフラマザーですけどもね。それで、雨の港の主の神というのは、じゃあ誰かと言いますと、当然、まあ、ま 大日如来ということになっていくわけです。なあち、アフランマーザダーということになっていくわけですね。まあ、これが、あの、大日如来イコール、まあ、あの、髪の、髪の毛といいますかね、ブルーの、綺麗なブルーの髪の毛をしていることなどから、まあ、以前に私が、ま、証明いたしました。で、これが、あの、まあ、結論ということになるわけですけども、二王像ですよね。で、左のエンリルは、真剣を表す、まあ、 ま、日本では剣弱でなくと剣剣いうふうにね、誤解されてますけど、これ、真剣を表す棒ということになるわけです。そして、まあ、エンリルあ。地上の支配権は、あの、エンリルが持ってましたからね。そして、まあ、エンリルが、その土地を支配する王たちに王権を渡していましたね。その王権のシンボルが、日本の前方公園船とつながってるんですよ。丸い輪に、まあ、リボンがついてるってことですね。そして、下のミトラ教の神事ともやはりつながっているってことですね。で、 まあ、ここでもう一つ、まあ、結論ということになりますけども、左がエンディルであり、右がエンキであると。で、まあ、最後に一つ残った疑問がですね、要するに、じゃあ、その、アフラーマズダと言われて、まあ、い,いるのはですね、あの王なのか、それともあの王のさらにその上にいる、君臨するアフラーマズダなのかということになってくるわけですよね。で、先ほどのその、 バビロニアの、まあ、神の形状を見ていただくと分かりますように、あの王がイナンナの下にいますよね。で、もし、えー、あの王がアフラマズダーであるならばその、そんなことはありえないわけですからね。ということは、あの王ではなくて、さらにその上にいるのがアフラマズダーということになりますから、まあ、あの、いわゆる、 アフラマダが頂点にいて、その左右を固めたのがエンリル、エンキということになり、それが表現されたのがコマエヌであり、さらにその流れの中から二王像のコンセプトへとつながっていったということに私は考えています。まあこういうところ,ところからね。まああのー、だからといって二王像イコール、エンキ、エンリルとはまだあの言えないし、それにはまだいくつかのハードルを超えなければならないと考えています。要するに、この 二王像のコンセプト、そしてこの像のモデルはどこから来たかということについては、遠離る延期説を私は唱えています。で、それがまあ日本のですね、高み結びの神と神結びの神へとつながっていると。ですから、どちらか一方がリルであり、どちらか一方が延期であることは、これは十分考えられるわけですね。神ですから。 そしてその頂点にいるのが、第二次の来すなわち、雨の港の西の神ということになるわけです。以上が私の今日の、まあ、仮説による結論ということになります。どうも、Thank you very much for watching, and bye for now.Wikipedia writes as follows. Often called lion ducks in English, are statue pairs of lion like creatures either guarding the entrance or the inner shrine of many Japanese Shinto shrines or kept inside the inner shrine itself where they are not visible to the public. The first type, born during the Edo period, is called Sando Koma Inu, the second and much older type. Jinnai Koma inu. They can sometimes be found also at Buddhist temples, nobility residences, or even private homes. It is, however, widely believed here in Japan that they are just lion dogs and koma inu literally means guardian dogs. It is also widely believed in academic society, they are from china. ahiroshi hayashi claimed that they are enlil and enki, the gods both in sumer and japan in ancient times. here in this video, you see its evidence and proof. 延期の二人の人神を言います。また中国から渡ってきたと言われていますが本当にそうでしょうか今日は改めてその狛犬について検証してみますがまず最初にシュメールで見つかった狛犬そっくりのアーティファクトを見ていただきます顔はライオン顔ですが体は獣つまり動物ですこれは現地の研究者によれば縁起ということになっています地球の支配者縁起である が本当にそうでしょうか私の見たところ、どう見てもライオンです。縦紙がしっかりとあります。もし延期なら、お牛ということになります。私はこの像で表現されている動物はライオンであり、このアーティファクトはエンリルと判断しました。それについての動画はこの後につなげておきます。もっとも、このことは今日の動画ではそれほど重要なことではありません。今日の動画について言えば、 こうしたアーティファクトがシュメールで見つかっているということです。つまり、日本の狛犬そっくりであるということです。え今日は、このアーティファクトを中心に話を進めていきます。広志林、ハママシティ、ジャパンこんな情報が手に入りました。シュメールの発掘物についての研究論文です。 ウルで、すね。で、その中の1ページに左上のようなアーティファクトがあったというのです。このアーティファクトです。発掘物です。で、これを見たときに私は日本の狛犬そっくりだと思いました。で、これはエンディルなのかンキなのかということなんですけども、この研究者によればこれは牛であり、エン 木であるというわけですね。しかし、まあよく見てて言いますか、比較していただくとわかりますように、ライオンのようですね。牛ではなくライオンだと思います。その証拠に縦紙、そして顎の下にはふさふさとしたあ髪の毛イコール毛があります。で、私はこれをエンリルと判断しました。まあ今日のまあ動画にはそれほど重要なことではありませんけれども、とにかくこうしたアーティファクトが見つかったということです。 ビンゴですね。で、厳島神社の、えー、狛犬を皆さんに、まず見ていただきます。日本では、犬ということになっています。guardian dogs と訳されています。なおち、護衛の犬と。まあそういうことなんですね。もっとわかりやすく言えば、番犬だというわけです。で、これがその狛犬です。 で、日本ではですね、向かって左側に角のある狛犬、右の方に角のない狛犬が配置されています。この角を見ていただきたいと思います。これはユニコーンですね。そして右の方は角がありません。で、この角のあるなしで判断するわけですけども、左が延期、右が延リルということになります。左右入れ替えてみます。 で、日本だけで見ていると判断がつきかねますので、英国の王室の紋章と比べてみます。下が英国の王室の紋章です。向かって右がユニコーンです。左がライオンってことになりますね。で、角があるなしで判断します。で、さらに、ミトラ教の神事の様子を表したこの絵を見ていただきたいと思います。 向かって右に三角形があります。そして左にライオン顔の髪がいます。右が縁起、左がエンリルということになります。そして右の方はですね、やがてフリーメーソンと流れ、銃の像へと繋がっていきます。縁すなあちプロメテウスの足にはこのような鎖がついています。まあ、そこの鎖で判断します。上の王国の紋章の中のユニコーンにも鎖が巻いてあります。なあち、 ルシファーということになるわけですね。えー、ローマンカトリックではサタンと呼ばれています。同じ紙ですけども、えー、プリメイソンの方では人間を解放した英雄すなわちプロメテウスであり、えー、ローマンカトリックの方ではサタン中のサタンすなわち悪魔ということになるわけです。そしてその流れはフランス革命へと繋がれ、そして、まあ自由のシンボルとなっています。そして足でですね、ライオンを この女神は押さえつけています。このようにですね、西洋では足で踏みつけることによってその優位性を示しています。なあち、塩基がエンリルを押さえたということをこの絵を表しています。そして、アメリカの一度札の裏にこの三角形の模様が描かれています。こうして、それぞれの、まあ、アーティファクトといいますかね、ものがですね、こうして繋がっていくということです。そして左が、これがエンリルということになりますね。そして角と、 一体して繋がっていくということです、ね。なあち、えー、一番上の左はエンディルであり、右がエンキっていうことになります。そして今回、こうしたアーティファクトが見つかりました。シュメールの神です。で、先ほど言いましたように、この神はですね、まあ、シュメールの現地の研究者によれば、エンキいうことになっていますけども、まあ、体がですねライオン、ライオンであることから私はエンディルと判断しました。 その証拠に、このミトラ教の神事の様子の向かって左側のこの、まあ、レリーフを見ていただきたんですけども、ここにライオン顔の髪がいます。まあ、日本でいう不動明王ですね、いわゆる、まあ、恐ろしい見た感じ恐ろしい顔の髪ということになります。それを当てはめてみますと、日本の狛犬そっくりになるということです。なあち、このアーティファクトはエンリルを表している。なあち、ライオンのエンリルを表しているということになります。中国語では獅子と言いますね。 なあち、駒犬はこのように犬ではなくて、エンリル・エンキの神々を表しているということになります。番犬という発想は、何てますか、かなり日本人的な発想ということになります。ここは神々の領地であるぞということをこのように神を並べて示したということになります。で、まあ、ここではエンリル・ブルと書いてありますけども、書きましたけども、エンリル・ブルっていうのは現地の研究者の言い方です。 で、結論ということになりますけども、この、えー、ミトラ教の神事の様子が大きな手がかりになりました。で、左、向かって左側にいるのがエンリル。そして、右にいるのがエンキということになります。エンリルは、普通、ライオン顔と言いますかね。ライオン顔で示されることが多いです。そして、エンキは三角形で表されることが多いです。そして、まあ、下に、まあ、お見せしたのは、一般的な神社と狛犬です。 そしてこのように配置されているということですね。日本は左右が反転しています。そして、まあ、並べてみますと、右が延期左がで出るということになります。そして、この中央にあるのは、当然まあ、ミトラ、のミトラ教の神社はミトラということになりますけれども、いわゆる、神の中の神、すなわち、えー、アフラマズダーということになるわけですね。 日本風に言えば、大日如来ということになります。もっと言えば、あの王だったかもしれません。あるいは、あの王がアフランマザーの名前を語って、地上に君臨して、君臨してとも考えられます。まあ、このように考えますと、矛盾なく、綺麗に説明できるということですね。なあち、日本の神と、そしてシメルの神はこのようにして繋がっている。もちろん、日本の神の方が先ですよ。そこは誤解しないでくださいよ。

But they are not guardian dogs as have been said in the history of Japan.They are a lion and a unicorn or enlil an and enki ancient gods.Here is its evidence. おとといと昨日、高野山、今後無事へ行ってきました。境内を散策しました。向かって左側がですね、頭に角のあるユニコーンです。そして向かって右側が ライオンです。左側がエンキですね。そして右側が縁りるということになります。ライオン顔です。まあ角のあるなしで判断します。ご覧ください。そしてですね、まあ西洋と東洋ではこの位置関係が反対になっています。まあ縁りるというのはですね、もともとライオン顔なんですね。ですからまあ日本でもライオン顔で 描かれています。下がですね、えー、私が見つけました、ちょっと変わった絵なんですけども、これがエンディルであり、延期であるかどうかということはわかりません。しかし、まあ、こうした絵もあるということですね。しかし、下はですね、これはミトラ教の神事の様子です。えー、今後、無事でもですね、いわゆる、まあ、樹海の儀式をですね、えー、体験することができます。全く同じ雰囲気で、同じ、まあ、マントラを読んでですね、そして、あの、儀式をします。 まあ、左がエンリル、右がエンキということになります。で、エンリルはライオン側ですね。で、エンキの方はまあ三角形ですね。左右を反転していますと位置関係が同じになります。えー、向かって右側がエンリル、ライオン側ですね。そして左側がエンキ。すなわち、まあ、やがてフリーメイソンへとつながっていくわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。まあ、プロメテウスということになるわけですね。そして一方、同じプロメテウスですけども、ローマンカトリック側がです,はですね、 ルシファーと位置づけています。で、このエンリル、日本では不動明王となるわけですね。そしてこれ、あの、セリフ、木村さんが送ってくださったんですけども、えー、三角の、まあ、いわゆるシンボルマークを持った、まあ、自由の象徴がですね、ライオンを足で踏みつけているところに注意してください。このように西洋、まあ、東洋でもそうですけども、足で踏みつけることによって、優位性を示すわけです。ライオンを抑えています。一方、これがですね、UK のシンボルマークですけども、頂点にライオンがいます。 そしてユニコーンが向かって右側にいますね。いわゆるズサだということですね。すなわちこうしてライオンの優位性を示しているということになります。まあ、こうしてフランスと、まあ、UK とはですね、その、まあ、宗教的にも対立してきたということを意味するわけです。ライオンが頂点にいますね。で、こうしてフランスと UK というのは、まあ対立関係に、宗教的な意味でも対立関係にあったということになります。その上に当然いるのが神、すなわちアフラマズダーということになります。 ご覧ください。いわゆる向かって、まあ、この西洋風に言えば向かって左側がエンリル、向かって右側がエンキということになります。頭に髪の、髪髪がかぶる、まあ、いわゆるヘルメットをつけているから、そう判断します。なあち、犬ではないということですね。が、しかし、ネムルードのこの発掘された、このいわゆるまあ、像によればですね、文板と、そして毛玉の、 ラマックス、ラマツですかね像と書いてありますけども、獣なんかじゃありませんね。獣が神々のヘルメットを被るわけがないわけです。ですから、まあ、このように誤解されているということですね。その証拠に、そうしたその神々のヘルメットっていうのは、リーフ、あるいは彫刻として現在に残っています。えー、日本の大日のようたまたまですね、今後無事の、いわゆる根本台頭の中にある、まあ、あの、大日のよりも同じ帽子を被っています。ご覧ください。 なあち、門番でもなければ獣でもない神そのものなんですね。神は門番なんか必要としないんですよ。すなわち、ここはこの神々に属する、えー、寺院であるということを示したわけです。門番という発想は日本人独特の発想ですね。まあ、門のところに立っているから。そしてこれが、まあ、駒犬となったわけです。もちろん犬,だけ犬ではありませんよ。神様ですよ。ということで、まあ、昨日ですね。 えー、荒野さん今後無事に行ってきましたが、まあ、ちょっとそんなことが話題になりましたので、私はですね、ちょっとしたかぶりして皆さんに説明してあげました。向かって左側がユニコーン、そしてみんなですね、ライオンということになります。まあ、ユニコーンは延期の象徴、そしてライオンはエンリルの象徴ということになります。 遠い過去においてはですね、えー、延期も遠離流も仲が良かったみたいですね。やがて対立関係に入りますが、それについての、まあ、ビデオは別のところで作りましたので、そちらでご覧になってください。続くビデオは、コマ犬についてのビデオです。まあ、かなり以前に作ったものですから、まあ、まあ、お聞き見苦しいところがあるかもしれませんけども、お許してください。Bye for now! Hello, this is Yuko Atago, Seri Kimura, France and Hiroshiashi, Japan. Guardians dark a n d mystery. The guardians are Enlil. 謎の狛犬。狛犬は Enlil であったという話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうかそれともライオンなんでしょうか それとも別の動物なのでしょうかまあ、マ犬っていう以上ですね。犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。まあ、それで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうかそれともライオンなんでしょうかあるいは、このマ犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で、一般の説に従いますと、マ犬は、まあ、エジプト、 ま、ライオンというライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って日本にやってきて、コマ犬として日本で発達したと。ま、日本独自のコマ犬が出来上がっていったというわけですね。ま、しかし本当にそうでしょうかま、単純に考えれば、ま、失礼な言い方からなるかもしれませんけども、単純な考え方をすればそうことになりますけども、本当にこれはライオンなんでしょうかま、少し回りくどい説明になりますけども、優子さんからこんなメールが届きました。 イギリスの、まあ、これ、紋章なんですね。で、中、この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、えー、今言いましたように、このライオンが左向かって左側にいるし。しかユニコーンが右側にいると。そして、頂点に、えー、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であるとい。いわゆるそのライオンが、 ユニコーンを押さえているってことになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これは、あの、ま、ギリシャ、ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで、銃の像、アメリカの銃の像を見ますと、やはり、ここに鎖がついていますね。ところが、この銃の像っていうのは、あの、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。で、ディオニソスをモデルにして、あの、 まあ、自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、えー、髪の毛も同じです。そして、えー、バッカスって言うんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブローシの神様と言われていますけども、で、リオニソスなんだと。で、自由の像がなぜ、えー、鎖をつけてるかですけども、それにはちょっとま,また理由があるわけですね。 実は、ギリシャ神話の中で、鎖で巻かれていたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥につば割れてっていう、お腹のところに、ま、鳥がいますね。じゃあ、なぜ、えー、自由の像は、あの、プロメテウスじゃなくてディオニソスかと言いますと、プロメテウスが人間を作った時に、最初に、まあ、粘土から作ったのが、ディオニソスということになっているからなんですね。 で、延期の話になります。延期は、まあ、人間を救った、まあ、神様であると。まあ、神様というかね、あの、あの、まあ、フリメソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まあ、あの、カトリック側に言わせれば、ルシファー、ー悪魔なんですね。まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上のが、マリアンです。マリアンも、フリギア帽を被っています。いわゆるこの流れなんですね。で、フリギア帽は当然、ミトラ教 の流れを組んでくるわけです。えー、そして、あの、まあ、自由のシンボルともなるわけですね。この帽子が。そして、フランス革命が起きるわけです。そして、その上に当然いるのが、あミトラでありミあ、ミトラであり、その上にいるのがゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、まあ、あの、自由の像があの生まれてくるわけです。で、一番上にいるのが、まあ、当然、延期ということになるわけです。まあ、その上になりますと、今度はフラマザー。 アヌ王からアフラマズターといくわけですけどもね。延期、ザラスストラ、ミトラ、それからフリギアボート来て、フリーメーソンにその流れが継がれて、そして、自由の像へと、アメリカの自由の像へと繋がっていくわけです。まあ、こういった流れがあり、中で延期がいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側は、セリー、木村さんが送ってくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、あの、うる、まあ、ポイントなんですね。 なわち、えー、フランスの方では、あライオンを抑えている。なわち、エンディルを抑え込んでいるっていう意味なんです。そして手に持っているのが、まあ、あの、フリーメイソンのマークである、シンボルマークである、この三角形に目、いわゆるあ、アイオープロビデンスなんですね。節立の目です。あるいはアイオープロメテウスっていうのはもともとの言い方だったんですけどもね、アイオープロビデンスという名前を変えたわけです。上にいるのが、左がエン、エンキー、そして右ののがエンディルということになります。 こうして二派が分かれるわけですね。真っ向から対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、延期は人間の、それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですね。それの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです。 で、これはイギリスのオーク王室の紋章ですけども、これはあの逆にですね、一番上にライオンがいることがわかりますように、えー、一番上にエンディールがいるわけです。これで右の方は、今度はあのミトラ教の真事をしている絵なんですね。マコデさんという方が届けてくださいました。で、この真事をしている絵の中の丸の中に、えー、左側にあるのがエンディールで、右に書き込んであるのがエンキーということになります。中央にいるのはミトラ教の真事ですから、当然ミトラの、ミトラがこの絵が描かれています。 ま、こうしてあの、ま、比較してみますとですね、ま、コンセプトが同じだってことわかりますか真ん中に、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見ていただ、てください。これはあの、神様なんですよ。いいですか犬じゃありませんよ、左側。これはエンディルなんです。そして、右の方は三角の、ま、マークの中に書いてあるのが、エンキのシンボルマークですね。そして、真ん中にいるのがミトラになるわけです。 で、まあ、こうして中央に大きい、そして真剣を持っている大きい左右に紙を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘の イナンナ、いわゆるシタールが生まれるわけですね。そして、その、まあ、双子の兄弟ですけども、ウトゥーとイナンナが生まれるわけです。イナンナが、やがてバビロニアを支配する女神となっていきます。もちろん、日本の、日本の、日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、えー、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、あ まあ、プロメテルスなんですけどね、プロメテルスになって、そしてそれがフリーメルソンリに繋がり、そして、えー、エンリルの方はあ、ヤーフェ、ヤーフェになって、そして、旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックと繋がっていくわけです。エンリルとエンキ。いわゆる、まあ、なって言いますか。あの、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトと言いますかね、は、あの、日本のコマエニと繋がっていくわけです。 で、もう少しちょっと回り道しますけども、フランスのミトラ、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ今言いましたように、これがミトラ教の神事をしているところですけども、あみんなあのフリギア帽を被ってますね。いわゆるトルコ、中部の古名です。これがフリギア帽です。そして、まああの、 奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアンもよく見てください。あの、フリギア帽をかぶってますね。えー、フランス革命の時に、党資たちは皆このフリギア帽をかぶって、えー、フランス革命の党資として戦ったわけですね。そして左が、まあ、今言いましたフリギア帽フレギア帽といわれるミトラ、ミトラというのはフリギア、まあトルコ中部で生まれた、生まれては、あのー、 リキアで、生まれるんんででですすけどリキアで去っていくんですねこれがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね。これはライオンの顔をしてるわけですが、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一応にこのような顔をしてるわけです。人間離れしてるって言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。 いわゆる自由いわゆるの頭を持っている、まあ、神様ということになるでしょうかしかしこれは神の自由ではありませんよ。真剣を争う棒を持っていますから。日本では尺と言いますね。で、一番右の、えー、不動明王もそれを持っています。 なあち、不動明王はエンリルということになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、エ演じルいわゆる不動明王はですね、日本全国にこの不動、お不動様として祀られていますけども、不動明王はですね、エ演ルとってことになるわけです。なあち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、この尺といいますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。 延期の、延期になりますと、今度はですね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そして、この三角の中に目を変えたのが、ア,ーアイオ・プロメテウス。プロメテウスの目が、ローマ時代にアイオ・プロビデンスというふうに言い換えられました。セスリーの目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。そして、その手前に、えー、いわゆるの松の、がありますね。トーチがあります。このトーチが、いわゆるゾロアスター教のシンボルです。で、それは密教になり、ミレーナになり、そして、えー、自由の像は、 呃、対末を考え、その流れはオリンピックとして引き継がれ、さらに、密霊は密教となり、日本の空間,空間によって日本に伝えられ、荒野山で、えー、こうしたごまとなって、まあ、その神人が残っているわけであります。さあ、不動明、イコ,イコールエンリル。えー、まあ、あの、向かって左側にいるのが、あの、エンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが神事を行っている、まあ、 まあ、今風に言えば、まあ、あのー、牧師さんですね。そしてこの牧師さんもやっぱり冒頭はを持っています。不動明王も、某、真剣を表す冒頭、王剣を表す和を持っています。こうして、まあ、なんて言いますか、真珠を行うわけですね。 そこでガーディアン・アニマルズいわゆるそのなってますから動物かどうかということなんですけど、今まで流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように日本のですね、神社もですね、真ん中に神様王置いてですね、こうというか王を置いて、そして両側に置くのは、これは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろんガーディアンでもない。すなわち、神自身だと考えるのが自然なわけです。 まあ日本ではコ、ま、犬というふうに、まああのしてしまいましたけども、犬なんかじゃないっていう、まあちょっと通りま、遠回しな説明をいたしました。で、もう一度並べてみますとわかりますように、えぇ、ー、アタムさんから次のようなメールが届きました。まあこれはこれ一般説ですね。しかし、まあそうではないと。 優子さんの話と、それから、あたもさんからのメールを、しあの、いわゆるその、解釈しますと、えー、実は、この、私たちがコ犬と呼んでいるコ犬はコ犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわちエンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、えー、 アタムさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、なんて言いますか、ペルシャ、バビロニア、それから、あシ,ュメまあ、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミアに伝わっていって、エジプトに伝わっていって、さらにあ、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、あの、その人と別の証拠としまして、これ私たちはこれをシシバンと呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオン、あライオンなんかじゃないですよね。 まさに、エンディルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のが、あの、これがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジルの、まあ、ペルーの、ここあ、あ、ここはボリビアになりますかね。ここであの、ボリビアあの、<laughs> で見つかったものですけども、ここで見つかってるこれこれ。これはペルーで見つかってるんですよね。確か。あの、こうしたも、 ものが見つかってます。エクアドルですね。先ほど間違えました。あの、これが、あの、ペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これは、あの、別にガーディアンでも何でもない。 神様なんですよ。何でもないと逆なんですけどね。神様なんですよ。これと日本の、まあ、獅子舞と比べてみてくださるとわかりますように、同じコンセプトで同じに作られているってことなんです。なわち、この獅子舞はライオンではないってことですね。なぜならば、ペルにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、まあ、あの、これは、神様であるということになるわけですね。なわち、エンリルを表しているわけです。となると、ここでまた繋がっていきますね。 なあち、えー、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き続けです、環太平洋を支配するわけですね。で、その後、まああ、このエンリルの、その、流れがですね、えー、ま、はじめに、まあ、インカへ伝わっていく,いくわけですけども、まあ、それがペルシアへ伝わり、えー エンリルっていうふうに表現される。るそして、右の方でインカにもわたるわけ。インカ人っていうのは、自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そして、あの、ペルシャから今度はイング、UK にわたって、先ほどのライオンの紋章となっていったと。いわゆる、日本が、日本がその中心点にあるってことなんですね。その、狛犬がその、なんて言いますか、その証拠の一つっていうことになるわけです。で、これが狛犬ですね、皆さん。 ご存知の。これはもう犬なんかでもない。ライオンなんかでもない。もちろん、ガーディアンでもないと。守護獣なんかではない。神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、また、おいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいまして。ありがとうございました。バイ。